冒険の軌跡をご覧になりますか？メインストーリー。アクセルハーツの子たちってストーリーイベントが開催中です。参加してメインクエストでは装備品の素材が手に入ります。メインクエストを進めてストーリーを各章のノーマルクエストを全てクリアで水晶属性のスキルを持つメこのスバ強めの言葉で指示してくれ。鬼がかった勝利ですね。デムが相手です。何よ。そうやすやすとしつけられるものか。はっ。どんなご褒美。準備できたわ。はっ。準備万端です。このスバ水晶属性のスキルを持つメンバーをパーティーに。新しいストーリーが解放されましたよ。ぜひその目で確かめてください。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。このスバ！ああ、借金なんて何かの悪夢だ。寝て起きたら借金が消えてるはずなんだ。カズマ、いつまでそうやってダラダラしてるつもりですか？落ち込んでいても借金は減らないぞ。そろそろクエストの一つでも受けてみたらどうだ。本当の俺は血のつながってない美人のお姉さんと妹に囲まれて何不自由なく暮らしてるはずなんだ。ダメね、完全に現実逃避してるわ。まったく情けない人ですね。なあ、ほらジョムスケも情けないって言っていますよ。そろそろ爆裂魔法が使えるクエストを受けましょう。断る。俺はクエストなんて受けない。絶対にだ。いくら借金があるのか知ってんのか。俺たちが受けられるクエストの報酬程度じゃどれだけ受けてもこの莫大な借金の返済には程遠いんだよ。こうなったらもうものすごい荒稼ぎができる方法を思いつくまで俺は寝て過ごす。何を地べたに寝っ転がってダダをこねているんですか。子供ですか。早く起きてください。嫌だね。ああ、お前どこ引っ張ってるんだよ。どこを向かれようともな、絶対に起きないぞ。俺はやるときはやる男だからな。カズマさん、なんだかクズさに磨きがかかってるわね。ああ、皆がここまで言ってるのに動こうとしないとは。クズマの将来が楽しみだな。ねえ、クズマさんはしばらく放っておいてご飯でも食べに行きましょう。私はお腹が空いちゃったわ。そうですね、クズマは置いていきましょう。ちょっとくらい頭を冷やすといいのですよ。あいつら本当に置いていきやがった。日頃の絆はどこ行ったんだよ。まったく。それにリアたちも白状だよな。まあいろいろあったけど多少の恩義はあるんだし、稼ぎの一部をくれたっていいだろう。いろいろあったけど、ああ空から金でも降ってこな。ふぬー！
ん？何か踏んだみたい。ゴミかしら。あらやだ、最近のゴミって喋るの？この女、楽しそうに人の顔踏みやがって。どうしたの？もっと踏んでほしいのかしら？くるはっ、おいこら！いつまでも人の上に足を乗せてんじゃねえ。俺はな、魔王軍幹部すらも黙らせると評判のカズマさんだぞ。知らないわよ、興味もないわ。地面を這い回るウジ虫の相手なんてしてる場合じゃないのよ。さっさと用事を済ませないと。こら、ちょっと待て、まだ話は終わって。受付の方はいるかしら？いらっしゃいませ。本日はどういったご用ですか？宝石採取クエストの報酬を受け取りに来たの。これが成果よ。この袋の中全部ですか？しかもどれも貴重なものばかり。今回も素晴らしい成果ですね。冒険者だったのか。しかもあんなにレアな宝石を大量に取ってくるなんて、すご腕だな。おいくらになるかしら？このスバ。お待たせしました。お預かりした宝石類、すべて合わせて700万エリスになります。700万？あら、1000万はいくかと思ったのに。はした金ね。ちょっとこの人、700万をはした金って言いました。まあいいわ、ありがとう。これはほんのお礼よ。困ります。チップなんて受け取れません。お気持ちだけ受け取らせていただきますね。仕事に真面目なのね。あなたみたいな人って好きよ。それじゃ、また何かあったらよろしく。ほう、随分羽振りがいいな。代わりに俺が恵んでもらいたいくらいだ。しかもよく見たらなかなかに色気のあるお姉さんじゃないか。あれ、カズマくんじゃない。口をあんぐり開けてどうしたのさ。クリス、いいところに。今ギルドから出て行った女を知ってるか？今のってメリッサのこと？黒くて長い髪のメリッサっていうのか。この町の人間にしてはやけに羽振りがいいみたいだからちょっと気になったんだけど。彼女は冒険者だよ。職業はレンジャー。メリッサはね、各地を転々とする凄腕のトレジャーハンターとしてその筋では有名なんだよ。凄腕のトレジャーハンター、しかも金を持ってて色気もたっぷりのお姉さん。これだ、ついに来たぞ、必殺の借金返済方法。ヒヤッホー。ちょっとカズマくん、どこ行くの？メリッサを追いかける。そして仲間にしてくれって頼むんだよ。な、仲間に？無理なんじゃないかな。メリッサは一匹狼で誰とも組まないって。話してみないとわからないだろ。有能な奴と儲かるクエストに行って大金を稼ぐ。これで借金なんかどうさらばだ。待ってろよメリッサ。このスバ。キャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放